今年も書道芸術院展の表彰式の時期になりましたね。帝国ホテルでね、まあ毎年するんですけども、大昔っていうか、まあ私が賞を取ったのが、まあ、記録を見るとね47回ってですね。まあ村山牧雲先生、まあ今は亡き村山牧雲先生が保温賞の時で、私が大賞だったんで、受賞者代表のね、まあ、シャチを述べたんですけども、まあ、小さな部屋だったんで、まあ、簡単に終わったような気がしますね。賞状幹事部木村長春、第73回書道芸術院展書道芸術院大賞、令和2年2月9日公益財団法人書道芸術院。
ます先生は下谷良子常務理事です。白雪購買賞、前衛諸部石井和子、前衛諸部遠藤光雄、現代新聞諸部奥村美風、前衛諸部西条翔雲、現代新聞諸部西条東華、天国国事部佐藤佳祥、幹事部佐野文子、現代新聞諸部宍戸雲水、幹事部鶴田恵子、幹事部中洲楽水、賞状前衛諸部石井和子、第73回書道芸術院展白雪購買賞、令和2年2月9日公益財団法人書道芸術院。